受験生の皆さん、こんにちは。レックの木村です。さあ、いよいよですね、本試験がそこまで近づいてきました。どうでしょうか、ね、心の準備はできていますでしょうか。今私は皆さんへの一言メッセージっていうことで、まあ、カメラの前にいるんですけれども、まあ今更感が満載で、今皆さんに何と声をかけたらよいのか、ね、正直迷っています。ね、まあありきたりの言葉で頑張ってっていうのもね、まあこれはあるんですけれども、もう正直頑張ってなんていう言葉はもう皆さんもう耳にタコだと思うんです。私も散々いろんな受験生に対してね、もう頑張れ頑張れっていうのはね、もう言ってきたので、もう聞きたくない、まあ私から言う必要もないかなというふうに思っています。なので今日はもう皆さんに一つだけお伝えしたいことは一つだけです。実は先日、まあ、昨年の合格者が、まあ、フラッと来てね、で、まあ、一言伝言頼まれています。今年の受験生に対して、これだけはやってくれ。これは答案用紙にしっかり名前書いてください。ね、もうこれを伝えてくれっていうふうに言われています。ね、まあ、これなぜかというと、まあ、毎年私いろんな報告を受けるんですけれども、まあ、答案用紙にもう名前を書き忘れた。あとはボールペンで書かなきゃいけないところを鉛筆で書いてしまった、ね、あとはボールペンで書いたつもりがフリクションだった、ね、まあそういったことは絶対にやっちゃダメ、ね、まあ、結局不完全燃焼の最たるものですよね。なので必ず名前を書いてほしい、ね、これはまあやらかしてしまった昨年の合格者、まあ、合格してるんですけれどもね、もうそんな思いはしたくないということで、必ず伝えてくださいということを言われています。で、これはマークシートに関しては必ず鉛筆です。で、記述の答案用紙に関しては必ずボールペンです。名前を書いて深呼吸してください。これでおそらく大丈夫です。もうあとはいつも通りやってほしい。緊張するなっていうのは無理かもしれないけれども、もういつも通りのことをやって帰ってきてください。で、東京会場の方は、まあ、現地でお会いできるかなというふうに思います。その他の会場の方はもう私東京から念を送ります。で、最後は皆さんが笑って、ね、ああ終わったやりきったっていうふうに、ね、言えることを心から願っています。そして当日回答速報でお会いできることを楽しみにしています。まずはもう頑張ってとは言いません、ね、もうとにかくいつも通りのことをやってください。答案用紙に名前をきちんと書ければおそらく落ち着くはずです、ね、そして答練だと思って、模試だと思ってやりきってください、ね、でやりきったというふうに思えれば、ね、そのように、ね、報告してくれた方は皆さん合格しています、ね、なのでいつも通りのことをやってきてください。はい、ではまた当日お会いしましょう。